ということで、皆さんこんにちは、しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はなんとね、見てくださいよこの部屋を汚いでしょ、汚すぎですもうね、もう今日はね、なんかお掃除しようと思って、はい、せっかくだから動画にしようと思ってね、勇気を振り絞ってね、この汚い部屋をダッと公開ですよ、全国に。あらら、ここ映ってないんじゃない、じゃじゃんちゃんと汚いところまで映さないとダメですね。はい、こんな感じでございます。はい、超汚いんで、超汚いです、本当。これらをね、はい、今から片付けたいと思います。はい、今はひたすら片付ける動画です。じゃあ頑張ってください。
Thank you.
Thank you.
ゴミ入れ物の中ゴミ全部ゴミね、うん。あと掃除機からかけてあるでしょ、うん、気持ち綺麗になったでしょ。はい、綺麗になりましたね。はい、まあだいたい1時間ちょいぐらいかかりました。はい、あ、もう2時じゃん。うん、1時間以上かかってるよ ね。まあざっとちょっとね、まあこれはちょっと今から撮影するものなのでちょっと今置いてるんですけど、はい、まあこんな感じで乗りましたね。まあまあ大体なんで、やってる時に黒ばっかだなと思って笑っちゃった。すごい帽子がで、まあこんな感じで机の上があって、はい、で、まあこの辺映るかな、こんな感じでツタヤがありますレンタルですねで、まあこんな感じで、で、あ、こ時計がつきましたね。やっとそうなんですよ。やっと時計がつきましたね。つきましたよ。で、テレビ周りも、ああ、すっきりしましたね。で、ここに今何を入れようか考え中。そう、本当に迷ったんですよ。そうだね。あとさ、ここ白いからさ、うん、なんかできないかなと思って。そうだね。有効に使えそうだね。だよね。うん。まあ、それはね、おいおい。はい、おいおい。あ、こっちも、こんな感じで。はい。映るかな。まあ、すっきりしましたね。見て、おにぎりが出てきた。あ、おにぎり復活。あ、こうおにぎりも1個そうか、転がってたんだよね。そう、転がってた。ガチャのやつ。あとはリミちゃんのとこにあるんだけどね。はい。はい。いいじゃないですか。
まあ、たまにはね、強制的にでも掃除しないとね綺麗にならないんで。そうなんです。綺麗にしてもすぐ汚くなっちゃうんだよね。でも聞いてください、あの棚の中とか、はい、うん、やばい、この棚とかやばいから。そうだね、それをそれをじゃあ徐々にね、年末に向けてっていうか、もう年末なんですけど、新年明けるまでにちょこちょこね、冬休みも今年はねちょっとね、旅行もキャンセルしてしまいましたので、多分家にいることと思います、はい、ほぼね、行ったとしても、ね、うん、運動しないと。なのでね、そうなんです、うん、運動の目安立てなかったんで、うん、だ自転車とかしないんで、家でできる運動も大事だよ、うん、外に行くことだけがあれじゃないからね、寒いしさ、まあいいや、風邪ひいちゃうとさ、ただでさ鼻だらだらなのにはい、ということで、外で運動すると気持ちいいよね。まあね、それはあるけどね、ほら外でさ、うん、学校行ってさ、うん、学校行って朝必ず鬼ごすんのよ。うん、まあね、頭が働くだけ鬼ごするはい、ということで、はい、はい、じゃあ綺麗になりましたね、はい、ママもね、掃除してる時見てないんで、どんな風に掃除してたか後でじっくり見たいと思います。じっくりはやめてね。あ、わかりました、じゃあさらっとはいはい、ということで、それではバイバーイ。